SCP-1760-JP。 アイテム番号 SCP-1760-JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-1760-JP はサイト8181内の標準的な大型収容ガレージに収容されます。SCP-1760-JP の収容されているガレージには常に2名以上の警備員を配置し、SCP-1760-JP への登場を阻止してください。SCP-1760-JP 事象が発生した場合、日付が変更し次第速やかに SCP-1760-JP-B の捜索を開始し、発見後は財団による監視下に置き、必要に応じて捕獲あるいは収容してください。SCP-1760-JP を用いた実験にはセキュリティクリアランス3以上の職員1名の許可が必要です。説明 SCP-1760-JP は S 次が PDG-CYM2008 年式のトラックです。SCP-1760-JP の異常性は SCP-1760-JP の運転席に人が搭乗した際に発現します。SCP-1760-JP の運転席に被験者が乗ると、編集済み。走行中の SCP-1760-JP による接触が行われた場合事象 1760-JP が発生します。事象 SCP-1760-JP が発生すると、走行中の SCP-1760-JP に接触した人間、以下 SCP-1760-JP-A は即座に消失します。編集済み。そして、事象 SCP-1760-JP 発生後の翌日午前になると2つの現実改変が発生します。1つ目は、編集済み。2つ目は SCP-1760-JP-A に外見が酷似した人物、以下 SCP-1760-JP-B を出現させることです。SCP-1760-JP-B は地球上の人類の居住区域に出現し、編集済み。SCP-1760-JP-B は出現以前戸籍には一切記録がなかったにもかかわらず、SCP-1760-JP-B 本人及び周囲の人々は以前から SCP-1760-JP-B が存在したかのように振る舞います。SCP-1760-JP-B はまた、編集済み。特筆すべき特徴として SCP-1760-JP-B は SCP-1760-JP-A には見られなかった能力を持っています。この能力には個体差が存在することが分かっています。詳細はホイ2を参照してください。ホイ1インタビュー記録、抜粋。対象かまた。SCP-1760-JP-B に。インタビュアー、博士、不機 SCP-1760-JP-B には財団による実験で SCP-1760-JP-A となった D-2515-28 と酷似した外見をしており、うなぎ族、アンジラ、に対し非常に膨大な知識を有しているため、現在、に所属しうなぎの研究をしています。また、便宜上、うなぎ養殖の最新事情、という番組の取材というカバーストーリーのもと、インタビューをしています。博士鎌田さん、あなたはなぜうなぎにそこまで興味を持つようになったのですか？ SCP-1760-JP-B にうなぎが大好物だからです。うなぎは食用として多く用いられるにもかかわらず完全養殖が未だ実用段階に至っていないために個体数を減らしています。あんなに美味しいものを食べられなくなるのは我慢できませんでしたし、そしたら自分で研究してみようと思いましたので、あと2年もすれば完全養殖は成功させられると思ってます。博士なるほど。ところであなたは過去に交通事故に遭った経験などはありますか？ SCP-1760-JP-B にいえ、ありませんが。博士では、という名前に聞き覚えは？ SCP-1760-JP-B に全く知りません。失礼ですが、この質問は取材と何の関係があるんですか？収容報告書 SCP-1760-JP-B は SCP-1760-JP-A とは全くの別人であることが裏付けられる結果となった。また、
SCP-1760-JP-B は有する能力を得た理由についてもしっかりと記憶が植え付けられており、SCP-1760-JP-B の出現場所は自然と能力にちなむ場所になる可能性が高いと思われる。ホイに SCP-1760-JP-B 個体記録。この項目では財団によって存在が確認された SCP-1760-JP-B の各個体を記録します。記録は以下のテンプレートに従って行ってください。個体番号、個体名 SCP-1760-JP-B 個体の現在の名前。SCP-1760-JP-A 自称 SCP-1760-JP の発生に際し消失した人間。能力 SCP-1760-JP-B が有する特筆すべき特徴のこと。ほえなければ省略して構わない。個体番号 SCP-1760-JP-B-1。個体名 SCP-1760-JP-A。能力編集済み。ほえ SCP-1760-JP-B-1 は財団により確認された初の SCP-1760-JP-B 事例であり、収容のきっかけとなった事故により発生した個体であると考えられます。現在 SCP-1760-JP-B-1 は、編集済み。個体番号 SCP-1760-JP-B-2。個体名かまた、SCP-1760-JP-AD-25152-8。能力うなぎ族に対する非常に膨大な知識。ホイ財団による実験で生み出された初めての SCP-1760-JP-B 個体です。上記インタビュー終了後、編集済み。個体番号 SCP-XXX-JP-B-3。 個体名 SCP-1760-JP-AD-25152-9。 能力180秒を正確に測る能力。個体番号 SCP-1760-JP-B-6。 個体名、データ削除済み。SCP-1760-JP-AD-25152-32。 能力強力な現実改変能力。ホイ SCP-1760-JP-B-6 は、編集済み。個体番号 SCP-1760-JP-B-7。 個体名、編集済み。SCP-1760-JP-AD-25153。 能力、編集済み。ホイ SCP-1760-JP-B-7 はその能力により大規模な収容違反を引き起こすと思われています。SCP-XXX-JP-B-7 は、編集済み、と思われますが、編集済み、収容が計画されています。編集済み。SCP-1760-JP のより詳細な情報にアクセスするにはセキュリティクリアランス3以上の職員に与えられるパスワードが必要です。詳細情報にアクセス。パスワードを入力してください。アイテム番号 SCP-1760-JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-1760-JP はサイト8181内の標準的な大型収容ガレージに収容されます。SCP-1760-JP の収容されているガレージには常に2名以上の警備員を配置し、SCP-1760-JP への登場を阻止してください。SCP-1760-JP 事象が発生した場合、日付が変更し次第速やかに SCP-1760-JP-B の捜索を開始し、発見後は財団による監視下に置き、必要に応じて捕獲あるいは収容してください。SCP-1760-JP を用いた実験にはセキュリティクリアランス3以上の職員1名の許可が必要です。SCP-1760-JP 説明 SCP-1760-JP は S 図ギガ PDG-CYM2008 年式のトラックです。SCP-1760-JP の異常性は SCP-1760-JP の運転席に人が登場した際に発現します。
SCP-1760-JP の運転席に被験者が乗ると被験者は、他者を SCP-1760-JP で歴殺したい、という欲求に襲われます。この欲求に強制力はなく、また一人以上に SCP-1760-JP で接触した時点で欲求は消失します。走行中の SCP-1760-JP による接触が行われた場合、自称 1760-JP が発生します。自称 SCP-1760-JP が発生すると、走行中の SCP-1760-JP に接触した人間、以下 SCP-1760-JP、A は即座に消失します。SCP-1760-JP、A の行方を特定する試みはすべて失敗に終わっています。そして、自称 SCP-1760-JP 発生後の翌日午前になると2つの現実改変が発生します。1つ目は SCP-1760-JP、A がトラックに轢かれて死亡したという記録の作成及び SCP-1760-JP、A 関係者への記憶の書き、上書き。2つ目は SCP-1760-JP、A に外見が酷似した人物、以下 SCP-1760-JP、B を出現させることです。SCP-1760-JP、B は地球上の人類の居住区域に出現し、その出現する場所は比較的 SCP-1760-JP、A の国籍に左右される傾向が強いと思われます。例えば、日本国籍の SCP-1760-JP、A により出現した SCP-1760-JP、B 個体は6割以上の確率で日本国内に出現しています。SCP-1760-JP、B は出現以前戸籍には一切記録がなかったにもかかわらず、SCP-1760-JP、B 本人及び周囲の人々は以前から SCP-1760-JP、B が存在したかのように振る舞います。SCP-1760-JP、B は SCP-1760-JP、A と外見の酷似、DNA の一致など共通する点も見られますが、その他の性格や能力などは SCP-1760-JP、A と異なります。また、特筆すべき特徴として SCP-1760-JP、B は SCP-1760-JP、A には見られなかった能力を持っています。この能力には個体差が存在することがわかっています。詳細はホイ2を参照してください。ホイ1インタビュー記録、抜粋。対象かまた。SCP-1760-JP、B、2。インタビュアー、博士、不機 SCP-1760-JP、B、2は財団による実験で SCP-1760-JP、A となった D-251528 と酷似した外見をしており、ウナギ族、アンジラ、に対し非常に膨大な知識を有しているため、現在、に所属しウナギの研究をしています。また、便宜上、ウナギ養殖の最新事情、という番組の取材というカバーストーリーのもと、インタビューをしています。博士鎌田さん、あなたはなぜウナギにそこまで興味を持つようになったのですか？ SCP-1760-JP、B、にウナギが大好物だからです。ウナギは食用として多く用いられるにもかかわらず完全養殖が未だ実用段階に至っていないために個体数を減らしています。あんなに美味しいものを食べられなくなるのは我慢できませんでしたし、そしたら自分で研究してみようと思いましたので、あと2年もすれば完全養殖は成功させられると思ってます。博士なるほど。ところであなたは過去に交通事故に遭った経験などはありますか？ SCP-1760-JP、B、に、いえ、ありませんが。博士では、という名前に聞き覚えは？ SCP-1760-JP、B、に全く知りません。失礼ですが、この質問は取材と何の関係があるんですか？終了報告書 SCP-1760-JP、B は SCP-1760-JP、A とは全くの別人であることが裏付けられる結果となった。また、SCP-1760-JP、B は有する能力を得た理由についてもしっかりと記憶が植え付けられており、SCP-1760-JP、
1760JP、B の出現場所は自然と能力にちなむ場所になる可能性が高いと思われる。ホイニ SCP、1760JP、B 個体記録。この項目では財団によって存在が確認された SCP、1760JP、B の各個体を記録します。記録は以下のテンプレートに従って行ってください。個体番号、個体名 SCP、1760JP、B 個体の現在の名前。SCP、1760JP、A 自称 SCP、1760JP の発生に際し消失した人間。能力 SCP、1760JP、B が有する特筆すべき特徴のこと。吠えなければ省略して構わない。個体番号 SCP、1760JP、B、1。個体名ヒムロ、SCP、1760JP、A。能力ハッカーとしての非常に優れた能力。ホイ SCP、1760JP、B、1は財団により確認された初の SCP、1760JP、B 事例であり、収容のきっかけとなった事故により発生した個体であると考えられます。現在 SCP、1760JP、B、1は、においてハッカーとして働いています。個体番号 SCP、1760JP、B、2。個体名かまた、SCP、1760JP、AB、251528。能力うなぎ族に対する非常に膨大な知識。ホイ財団による実験で生み出された初めての SCP、1760JP、B 個体です。上記インタビュー終了後、その知識が SCP、JP の収容に役立つと考えられ、研究員として財団に雇用されました。個体番号 SCP、1760JP、B、3。個体名中村、SCP、1760JP、AD、251529。能力180秒を正確に測る能力。個体番号 SCP、1760JP、B、4。個体名高梨、SCP、1760JP、AD、251530。能力心理学、特に社会心理学に関する非常に膨大な知識。ホイ SCP、1760JP、B、4は現在、党に所属する政治家として活動しており、自身の持つ能力を活かし一部でカリスマとして崇められる存在となっています。個体番号 SCP、1760JP、B、5。個体名宮田、SCP、1760JP、AD、251531。能力100メートル端で10秒を切れるほどの短距離走の能力。ホイ SCP、1760JP、B、5は国際的なアスリートとして活躍しており、2000年に行われた五輪において日本人初の100メートル端でのメダルを獲得しました。個体番号 SCP、1760JP、B、6。個体名、データ削除済み、SCP、1760JP、AD、251532。能力強力な現実改変能力。ホイ SCP、1760JP、B、6は SCP、1760JP 事象による現実改変においてサイト、に、データ削除済み、として収容された状態で発見されました。その後、その素行や精神活動が問題視され、収容に値しないと考えられたため収容されました。D、251533。個体番号 SCP、1760JP、B、7。個体名ゲスト、SCP、1760JP、AD、251533。能力財団の機密文書を無許可で自由に読むことができる能力。ホイ SCP、1760JP、B、7はその能力により大規模な収容違反を引き起こすと思われています。SCP、1760JP、B、7は財団の存在をフィクションであると認識していると推測されるため、財団の存在については信じていないと思われますが、ミーム的異常を持つ文書にアクセスした際の影響が未知数であるため即時の収容が計画されています。現在 SCP、1760JP、B、7の所在地は捜索中です。情報にアクセス。パスワードが入力されました。
スワードを認証しました。ようこそ、担当職員様。アイテム番号 SCP-1760-JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-1760-JP はサイト8181内の標準的な大型収容ガレージに収容されます。SCP-1760-JP の収容されているガレージには常に2名以上の警備員を配置し、SCP-1760-JP への登場を阻止してください。SCP-1760-JP 事象が発生した場合、日付が変更し次第速やかに SCP-1760-JP-B の捜索を開始し、発見後は財団による監視下に置き、必要に応じて捕獲あるいは収容してください。SCP-1760-JP を用いた実験にはセキュリティクリアランス3以上の職員1名の許可が必要です。SCP-1760-JP を用いた実験は許可されません。SCP-1760-JP 説明 SCP-1760-JP は S 次が PDG-CYM2008 年式のトラックです。SCP-1760-JP の異常性は SCP-1760-JP の運転席に人が搭乗した際に発現します。SCP-1760-JP の運転席に被験者が乗ると被験者は、他者を SCP-1760-JP で歴殺したい、という欲求に襲われます。この欲求に強制力はなく、また一人以上に SCP-1760-JP で接触した時点で欲求は消失します。走行中の SCP-1760-JP による接触が行われた場合、事象 1760-JP が発生します。事象 SCP-1760-JP が発生すると、走行中の SCP-1760-JP に接触した人間、以下 SCP-1760-JP-A は即座に消失します。SCP-1760-JP-A の行方を特定する試みはすべて失敗に終わっています。そして、事象 SCP-1760-JP 発生後の翌日午前になると2つの現実改変が発生します。1つ目は SCP-1760-JP-A がトラックに轢かれて死亡したという記録の作成及び SCP-1760-JP-A 関係者への記憶の書き、上書き。2つ目は SCP-1760-JP-A に外見が酷似した人物、以下 SCP-1760-JP-B を出現させることです。SCP-1760-JP-B は地球上の人類の居住区域に出現し、その出現する場所は比較的 SCP-1760-JP-A の国籍に左右される傾向が強いと思われます。例えば、日本国籍の SCP-1760-JP-A により出現した SCP-1760-JP-B 個体は6割以上の確率で日本国内に出現しています。SCP-1760-JP-B は出現以前戸籍には一切記録がなかったにもかかわらず、SCP-1760-JP-B 本人及び周囲の人々は以前から SCP-1760-JP-B が存在したかのように振る舞います。SCP-1760-JP-B は SCP-1760-JP-A と外見の酷似、DNA の一致など共通する点も見られますが、その他の性格や能力などは SCP-1760-JP-A と異なります。また、特筆すべき特徴として SCP-1760-JP-B は SCP-1760-JP-A には見られなかった能力を持っています。この能力には個体差が存在することがわかっています。詳細はホイ2を参照してください。ホイ1インタビュー記録、抜粋。対象かまた。SCP-1760-JP-B に。インタビュアー、博士、吹き SCP-1760-JP-B には財団による実験で SCP-1760-JP-A となった D-2515-28 と酷似した外見をしており、うなぎ族、アンジラ、に対し非常に膨大な知識を有しているため。現在、に所属しうなぎの研究をしています。また、
便宜上、うなぎ養殖の最新事情、という番組の取材というカバーストーリーの下インタビューをしています。博士鎌田さん、あなたはなぜうなぎにそこまで興味を持つようになったのですか？ SCP-1760-JP-B にうなぎが大好物だからです。うなぎは食用として多く用いられるにもかかわらず完全養殖が未だ実用段階に至っていないために個体数を減らしています。あんなに美味しいものを食べられなくなるのは我慢できませんでしたし、そしたら自分で研究してみようと思いましたので、あと2年もすれば完全養殖は成功させられると思ってます。博士なるほど。ところであなたは過去に交通事故に遭った経験などはありますか？ SCP-1760-JP-B に、いえ、ありませんが。博士では、という名前に聞き覚えは？ SCP-1760-JP-B に全く知りません。失礼ですが、この質問は取材と何の関係があるんですか？収容報告書 SCP-1760-JP-B は SCP-1760-JP-A とは全くの別人であることが裏付けられる結果となった。また、SCP-1760-JP-B は有する能力を得た理由についてもしっかりと記憶が植え付けられており、SCP-1760-JP-B の出現場所は自然と能力にちなむ場所になる可能性が高いと思われる。ほいに SCP-1760-JP-B 個体記録。この項目では財団によって存在が確認された SCP-1760-JP-B の各個体を記録します。記録は以下のテンプレートに従って行ってください。個体番号、個体名 SCP-1760-JP-B 個体の現在の名前。SCP-1760-JP-A 自称 SCP-1760-JP の発生に際し消失した人間。能力 SCP-1760-JP-B が有する特筆すべき特徴のこと。吠えなければ省略して構わない。個体番号 SCP-1760-JP-B-1。個体名ヒムロ SCP-1760-JP-A。能力ハッカーとしての非常に優れた能力。吠え SCP-1760-JP-B-1 は財団により確認された初の SCP-1760-JP-B 事例であり、収容のきっかけとなった事故により発生した個体であると考えられます。現在 SCP-1760-JP-B-1 は、においてハッカーとして働いています。個体番号 SCP-1760-JP-B-2。 個体名かまた、SCP-1760-JP-AD-25152-8。 能力うなぎ族に対する非常に膨大な知識。ホイ財団による実験で生み出された初めての SCP-1760-JP-B 個体です。長期インタビュー終了後、その知識が SCP-JP の収容に役立つと考えられ、研究員として財団に雇用されました。個体番号 SCP-1760-JP-B-3。 個体名中村 SCP-1760-JP-AD-25152-9。 能力180秒を正確に測る能力。個体番号 SCP-1760-JP-B-4。 個体名高梨 SCP-1760-JP-AD-25153-0。 能力心理学、特に社会心理学に関する非常に膨大な知識。ホイ SCP-1760-JP-B-4 は現在、党に所属する政治家として活動しており、自身の持つ能力を活かし一部でカリスマとして崇められる存在となっています。個体番号 SCP-1760-JP-B-5。 個体名宮田 SCP-1760-JP-AD-25153-1。能力100メートル端で10秒を切れるほどの短距離走の能力。ホイ SCP-1760-JP-B-5 は国際的なアスリートとして活躍しており、2000年に行われた五輪において日本人初の100メートル端でのメダルを獲得しました。個体番号 SCP-1760-JP-B-6。 個体名、データ削除済み、SCP-1760-JP-AD-25153-2。能力強力な現実改変能力。ホイ SCP-1760-JP-B-6
B、6は SCP、1760、JP 事象による現実改変においてサイト、に、データ削除済み、として収容された状態で発見されました。その後、その素行や精神活動が問題視され、収容に値しないと考えられたため収容されました。個体番号 SCP、1760、JP、B、7。個体名不明、SCP、1760、JP、AD、2515、33。能力財団の機密文書を無許可で自由に読むことができる能力。ホイ SCP、1760、JP、B、7はその能力により大規模な収容違反を引き起こすと思われています。SCP、1760、JP、B、7は財団の存在をフィクションであると認識していると推測されるため、財団の存在については信じていないと思われますが、ミーム的異常を持つ文書にアクセスした際の影響が未知数であるため即時の収容が計画されています。現在 SCP、1760、JP、B、7の所在地は捜索中です。私が奴の存在を知ったのは昨日のことだ。何でも最高機密である1に数回のアクセスがあったそうだ。しかしその日には1へのアクセス許可を持った職員は誰も1にアクセスしていないという。不審に思った霊差の職員が調べたところ、1から番号順にアイテムの報告書を読んでいると思われる謎の存在が浮き上がった。しかも財団が管理している端末ではなく外部の端末を使用して読んでいるらしいとのことだ。これは1大事である。これほどの大量の異常物品が大衆に知られたら厄介というレベルではない。しかし、幸いにも異常物品に関する情報の漏洩は確認されなかった。調査チームの間では犯人は財団の存在を信じていないのではという推測が立てられたようだ。言われてみれば気持ちはわかる。私もここに来た当初は現実と虚構の境が曖昧になったものだ。そういうわけで大規模なパニックは現状では避けることができたものの、依然として危険な状況であることには変わりなかった。何せ財団で収容してる物品には報告書を読むだけで非常に危険な伝染性のミームに汚染されるものもあるのだ。下手すると計、クラスシナリオだ。それを回避するために調査チームは原因の特定に当たった。様々な敵対的な組織が疑われたものの、最終的に疑われたのが SCP、1760、JP、B、7であった。3日ほど前に実験に使用された D、2515、33が消滅してから SCP、1760、JP、B、7が未だ発見されないこと。SCP、1760、JP、B 個体の持つ未知の能力が財団のセキュリティをかいくぐる可能性が指摘されたことなどが主な理由だ。たまたま責任者になった実験がこんなことになってしまうとは、冗談じゃない。ともあれ、この事態の収集を任せられた私は SCP、1760、JP、B、7に対しては名を張ることにした。まずは財団のホームページのインターフェースを創作サイトっぽく編集した。もちろん許可は取った。知り合いに頼み込んでこんなものまで作ってもらった。やるなら徹底的に、が私のモットーだ。その上で SCP、1760、JP に、今日の注目記事、というタイトルを付けこのページを目立つところに置いておく。奴がこのサイトを娯楽として消費するならより面白そうなページを選んでアクセスしてくるはずだ。そして、最初のページにはあえて大量の検閲をかけ、奴の興味を引き、ページの最下部にパスワード入力画面を仕込んだ。これが罠だ。奴は今まで全てのパスワードを入力せずに記事を閲覧していることがわかっている。今回もおそらくパスワードを入力せずに中身を確認するだろう。だからパスワードを入力しないことで遷移するページを作り、そのページに入った途端に、によって端末を攻撃し場所を暴き出すという寸法だ。また SCP、1760、JP、B、7の収容が確認された時点でこのページ以外の SCP、1760、JP のページを消去する。というのが私の立案した作戦である。私の首と世界の命運がかかっているんだ。成功してくれ。